菅原神社は東京都町田市本町殿にある神社である。町田三天神のうちの一つで、周辺を通る路線バスの運行本数が非常に多いこともあり、市内では参拝客が特に多い神社の一つである。町田駅や薬室公園、町田ボタン園などの七国山周辺緑地が近いこともあってか、休日には観光客や家族連れの姿も見られる。 旧社殿本殿へ続く階段の前には鳥居があり、4月は桜が名物菅原神社は東京都指定の旧石入れの沢古仙城にある。1335年、鎌倉街道の所要地であった町田村で鎌倉を目指す北条寺公軍とそれを食い止めようとする足利忠義軍との間で激しく合戦が繰り広げられたと伝えられている。なお名称は、 当時この地では澄んだ水が湧き出ており、その遊水地から、現在の温田川に続く沢が、井出の沢と呼ばれていたことによる。横浜線、小田急小田原線、町田駅から小田急小田原線、鶴川駅からなお、町田駅からは、鶴川街道を、徒歩30分ほどの距離である。菅原神社交差点は、町田方面、府中方面を結ぶ鎌倉街道と、町田方面、調布方面。 渋谷方面を結ぶ鶴川街道、世田谷通りの合流地点であり、渋滞の要所であったが、交差点改良や道路拡幅により渋滞は解消しつつある。鎌倉街道、鶴川街道また、藤野大団地、町田山崎団地、町田基礎住宅などの大型集合住宅や、薬室公園なども、 徒歩30分程度の距離に存在するため、軽いウォーキングの経営地としても利用されている。新しい三州電が春光タウンニュース。ありがとうございます。